こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今日は浦和第一女子高等学校について解説していくぞ。県内最古の女子校として知られ、浦和一女とも呼ばれている同校は戦前から現在までナンバー名称を変更しておらず、国内最後のナンバースクールとなっているんだ。1898年に埼玉女学校として設立されてから県内屈指の進学校として知られていて、偏差値は常に72、73の範囲で推移しており、公立の女子校としては日本一の高さで、東大合格者数も多いぞ。名門なんだな。学校周辺は旧浦和市の中でも高級住宅地として知られる岸町の邸宅街となっている。埼玉の白金と呼ばれているとかいないとか。確かに土地の値段がかなり高いらしいね。浦和一女はもちろん進学校なので勉強に力を入れているが、それだけでなく部活動では音楽部やボート部が強くて、特にボート部は全国大会にもよく出ているぞ。有名人としては青木優子アナ、他政財界や社長も輩出しているんだ。今回はそんな浦和一女高校にまつわるエピソードの中から4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。浦和一女高校は浦和駅が最寄り駅なんだが、駅を出てから学校までは坂を登っていくことになるんだ。それでその坂を一女生がお尻をフリフリしながらおしゃべりをして楽しそうに歩くことから、アヒル坂と名付けられたんだな。アヒル坂ってネーミングは結構可愛いな。好きだぞ。ちなみにどれが先なのかはわからないが、一女生はアヒルにちなんだバッジ等を手作りしてみんなでつけているんだとか。その他にも何かとアヒルをモチーフにしたものが飾られているとかいないとか。まあ学校として何か推しがあるのは良いことだな。まあこれは浦和一女高校に限った話ではないかもしれなくて、埼玉県民は基本的にそうなのかもしれないが、一女生は雪が大好きなんだな。今投影されている画像は少し前に埼玉で大雪が降った時に一女性がはしゃぎまくってアップされたものだな。ちなみにその日は埼玉で記録的とされるくらいの大雪の日だったんだ。めったに埼玉で雪が降ることはなく、ましてや雪が積もるなんてことはほとんどない。それもあって雪が積もりまくったからテンションが上がったのもあったんだろうな。それにしても寒空の中女子高生がこんなに体を張ったことをするなんて驚きだよな。ああ、まったくだな。めちゃくちゃ面白いよな。ちなみにその翌日、このはしゃぎまくっていた生徒は熱を出して休んだとか休んでいないとか。うん、こんだけ寒そうな中ではしゃいでたらそれはそうなるな。もしかすると一女というか女子高あるあるなのかもしれないが、体育の後は極力着替えをゆっくりして先生が入れないようにするそうだ。特にこれは男の先生の場合には効果的面だとか。ちなみに女の先生の場合は全く効果はないらしい。女子校を卒業した人何人かに話を聞いたけど、浦和一女卒の人だけがこの話をしていたから、もしかすると学校の伝統なのかもしれないな。やはり進学校で頭の良い学生が多いから、目的達成のために手段を選ばず一番効果的な手段を取るのかもしれないな。なんか良さそうに言ってるけど決して良いことではないからね。これは中の人に聞いた話だから、もしかするとあくまでその人の偏見かもしれないが、浦和一女高校の生徒は仮に美人でも皆中身はおっさんか変人らしい。例外はないの？と聞いてみたんだけど、例外なく皆中身はおっさんか変人らしいんだ。とにかく変わっている人が多く、変人の巣窟なんだとか。尖ってる人が多いのは楽しそうだね。まあ男がいないのもあるが、可愛こぶってる子は一切おらず、はっちゃけまくっている人も多いんだとか。特にスポーツ大会体育祭はとてつもなく盛り上がって、優勝チームが教員と試合する際には全校中で大応援になるとか。女子高生の大応援は見てみたいな。その一、雪が大好き。一女性に限らず埼玉県民は雪が好きなんだね。その二、アヒル坂。なんか可愛い名前で良い感じだね。その3、体育の後着替えをゆっくりして先生を入れない。これは女子校だとよくありそうなので例があれば教えてください。その4、中身はおっさんか変人。頭の良い高校は尖った人が多いってことだね。ということで今回は浦和一女高校について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。
これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。